はいです。今回なんですけれども、今日は、ミッドフィルダー編やっていこうと思います。最強ランキングですね。はい。で、まあ、とりあえずざっと11人、昨日みたいに選んだんですけど、まあ、今回は中盤ミッドフィルダーといっても、アンカー、3センターのアンカーですね。4-1-4-1 とか4-3-3の括弧2番とか、あと4-3-2-1の真ん中だとか、そういったフォーメーションのアンカーの選手、もしくは、2ボラのできる選手、と、あとは4-3-3とか3センターの CM ができる選手に絞って、選択しました。なので、まあ、キャムまでいかないけど、CM、CDM の、現状でも、通用する選手たちの紹介となってますので、そこは、間違いないように気をつけてください。はい、てな感じで、早速前置きはこの辺にして本題入っていきましょう。はい。で、まず、まあもう出てる11人なんですけど、まあ、ざっと見ていきましょうか。で、まず個人的に、じゃあまず、アンカーに絞ってお話をさせていただきますね。で、アンカーで使用する場合のおすすめの選手は、まあやっぱりこの時期でもビエラは強いです。守備だけで見たら本当に強いので、今でもアンカーでは本当相手にいて嫌だなと感じますね。と、あと、カンテですね。ちょっと線画になった選手たち、ここら辺並べてるんですけど、アンカーで言ったら、Y カンテも全然大丈夫です。なんならアンカーだけで言うなら、シェイプカンテよりも、守備の面だけで言うなら、Y カンテの方が強いんで、Y カンテも大丈夫です。ただ、スキル後逆足なんてアップグレードされてるので、汎用性高いのはこっちのシェイプカンテかなと思います。で、アンカーだけで言うなら、フェルナンジーニョ。彼も戦外、このランキングでは戦外となってますが、アンカーだけで言うなら彼もトップクラスに強いと思います。はい。で、アンカーで言うなら、ソウ選手もですね。ディミトリソウですけど、ちょっと名前忘れたんですけど、まあ、ソウ選手も、スキル逆足4号となってますので、かつ、ワークレートがミディアムハイとなってますので、アンカーで使用するならめちゃくちゃおすすめの選手かなとは、思います。はい。で、アンカー部門で言うなら、まあ、あと、強いてできるよっていう選手を挙げていくなら、キンペンベ、ラモス、ベリンガム。まあ、あとはそうですね、ケイヒル、バレラ、グラベンバーチ。その辺の選手かなはアンカーとしても、使いやすいので、まあ、この中からアンカーの選手を選ぶと間違いないかなとは思います。はい。で、次に、じゃあ、2ボランチ。の一角として、おすすめの選手を話していけたらなと、思います。で、2ボランチの一角だとやっぱり現状自分はデイビスと、ベリンガムを先週のウィークエンドリーグでは使用して20連勝達成したので、まあ、まずはこの二人は間違いないかなと思います。まあ、本当はフリットとデイビスが理想です。4-2-3-1 とか、4-4-2 とか4-2-2-2 とか、2ボランチのフォーメーション、あと3-5-2か。ツーボランチのフォーメーションいっぱいありますけど、まあ、本当にフリットとデイビスの組み合わせがもしいけるなら本当におすすめです。で、フリットはケミン7までなら全然強いですし、デイビスもケミン7までなら全然スカッテに組み込めるなら、もうフリットと一本線で繋がるんで、オレンジ一本線でもこうやってケミン7にはなるんで、これ6ってなってますけど、監督さえつければ7にはなるんで、まあ、8になるんか、これ。忠誠心と、監督さえつければ、これで7になって、監督で、あと、プラス1できて、8にできますし、まあ、サイドに置いても、RM、LM なら、ケミン7にはできるんで、両方オレンジで繋げれば。はい。なので、まあ、ほんと、デイビスとフリットは、めちゃくちゃおすすめです、2ボランチなら。もう自分は2ボランチの一角なら、この2枚、本当にめちゃくちゃ、最高かなとは思います。はい。デイビスなんでって思う方多いんですけど、ハイローですし、ワークレート。いや、もう本当にね、デイビスできること多いし、使ってみたらわかるんですよ、この強さ。とりあえず一回ね、もう、騙されたと思って使ってみてほしいです、本当に。あと、体格へのファーへのズドンがめちゃくちゃ決まります。はい。無回転のシュートもね、声に打てるようになりましたし、アップデート後は。無回転シュートもめちゃくちゃ決まるし、無回転じゃなくても普通にファーへのズドンシュート。ちょっとプラない、バイタル付近でボール持って相手が寄せなかったらファーへズドン狙ってみてください。で、ちなみに、左利きの選手左に置いててもデイビスは逆足5、4号になってますので、右足で、コントロールシュートも全然打てます。はい。もうめちゃくちゃおすすめです。強いです。もう、とりあえず使ってくれって感じ、本当に。
はい。で、まあ、フリッターも結局この時期でも最終的になんだかんだ AI がやっぱりもう優秀すぎるのと、あとでかい速い強い、これ兼ね備えてるのはやっぱフリットが一番なので、もう彼も文句なしの、1位と言っていいでしょう。もう AI の優秀さが一番いいです。はい。AI 優秀です。で、守備値も 84 点なってますけど、体感92ぐらいあります。はい。でかいは正義。はい。ということで、まあ、ツーブラだったらこの2人がまずおすすめで、時点に来るのがベリンガム、ラモスですかね。あ、あとキンペンベ。キンペンベもね、まあ、取れてる人少ないかもしれないですけど、あの、取ってる方、マジでスタメン使った方がいいです。で、特にこの3枚は、汎用性もめちゃくちゃ高いんで、あの、センターバックできますし、3バックに可変で。で、CB の中でも本当にあの、昨日紹介した、あの、ランキングでもミリトン・バランと同じぐらい強さを持ってる選手なので、CB でおいても。なので、めちゃくちゃ強いです。いや、ウィングバックやらせようと思ったらできますし、サイドバックもこの2人可能なので、ほんとスカットには1枚とりあえず入れときたい選手かなと思います。もう、キンペンベ・ラモスもめちゃくちゃ強いです。まあ、あと、ベリンガムですね。ベリンガムももう言い訳するもんかな。この時期でも、もう、このゲームの最強の中盤として1年間君臨してきたわけなんで、フューチャースだから。まあ、本当に強いですよね、ベリンガム。今でも強いです。これで20連できたんで、はい。それが証明できてると思います。はい。で、カンテとかビエラ、正直、2ボランチって攻撃性能が、必要だなって感じる方多くいると思うんですよ。で、カンテ攻撃性能はないわけじゃないんですけど、やっぱこうちっちゃいんで、3センターの、4-1-2-1の CM とか、だったらいいんですけど、2ボランチだと、出稼がないとやっぱ若干不安になるんですよ、2ボランチって。やってる方わかると思うんですけど。なので、カンテはちょっと、その面ではちょっと劣るかなと、2ボランチだと。で、ビエラも攻撃性能がなさすぎるんで、やっぱスキル4をマストで欲しいかなっていうところですね。はい。で、2ボランチの一角なら、フリットの代用として、ボアテングだったりとか、メンディ、そして、まあ、ペドリもさっきカンテと言った CM のポジションなら可能だけど、って感じですね。CM 専用機だと思ってください、ペドリは。はい。カンテはアンカーもできますけど、ペドリは守備力足りないんで、CM 専用機ですね。3センターの一角としては優秀です。はい。で、まあ、2ブラの一角でいうのは、ボアテング、メンディ、ラモス、キンペンベ、フリット、デイビス、ベリンガム、この辺の選手かなと思います。で、惜しくも戦外になりましたけど、2ブラの一角としてもし使えるのであれば、ケミ合わせとしても全然優秀な選手たち、とりあえず置いてみたんですけど、まあ、この選手たち入れれないよっていう方は、グラベンバーチだったり、ヌクヌク、デブライネ。相方がデブライネはでも守備力足りないんで、相方が守備力あるキンペンベとか、ラモスとかベリンガムとかがおすすめですね。はい。あとは、まあ、フェルナンジーノもスキル4逆足4なんで、2ボラの一角でも全然やれるかなと思います。まあ、あとはバレナですね。と、ケイヒルなんでいいのって感じなんですけど、自分サイドバックで今回 4-2-3-1 の右サイドバックかな。で、ケイヒルは使ってたんですけど、まあ、ケイヒルは普通にボランチでも強いなって思ったんで、サイドバックとして使ってましたけど。身長も別に178cm、まあ、大きくはないんですけど、体感181ぐらいはありますし。で、スキル4、逆足4で攻撃意識ハイミリと。結構優秀な能力値ですし、まあ、能力もね、シュートも全部出て、能力だけ見たら本当に強いんで、ボランチとしても全然やれるかなと思ったんで、一応入れてます。はい。で、まあ、あと言及したようなアタルなんですけど、アタルはま、CM かな。ペドリと同じような CM なのかなとは思います。2ボラで使っても、ま、悪くはないんですけど、まあ、使うなら2ボラの一角、もしくは CM で使うのをおすすめします。あとは汎用性の高さがすごい、ウィングバックもできるんで、シンプル、カンセロとかよりもドリブル軽いですし、ウィングバックとしても有能なので、スカットに1枚入れといて、システム変更した時にもね、優秀なので、まあ、当たりも入れて おいてます。この線外のところにね。はい。っていう感じですかね。あとはまあ、ボアテング、タイプ的にはボアテング、メンディ、バレラのこの辺の5-5の選手なんですけど、まあ強いんですけど、ボアテングに関しては、守備力足んないなと感じました、個人的に。4-2-3-1でも2ブランの一角でやってはいたんですけど、相方がベリンガムだとしてもちょっと守備力足りないんで、もっと守備値高い選手の方が相方にするならいいのかなと。まあそこは個人的な差はあると思うんですけど、使用感的には。なので、ボアテングの相方にするならラモスとか、そんぐらいでかいキンペンベとか、まあ、その辺の守備力あるカンテとか、フェルナンジーニョとか、その辺と組ませるならいいけど、ちょっと守備足んないなと思ったんで、個人的には評価低めです。はい。まあ、あと、メンディは使ったことないです。はい。メンディ使ったことないけども、SBC の価値と、
価格と、まあ、能力が物語ってる通り、うん、強いと思うんで入れときます。はい。どこでも使えます。メンディは一家に一台、メンディ。はい。で、バレナはそうですね。メンディとボアティングよりか正直評価落ちると思います。使ってて、使ったことは自分もないんですけど、評判が周りのプロに聞いても悪いっていうのと、あとはまあ、対戦相手にです。全く存在感を感じないです。バレナに関しては。まあ、なので、ペドリとか、こう、特出した能力の選手の方が、バレナはなんかこう、なんか全体的に一個足りないな、みたいな感じ。なので、まあ、汎用性はめちゃくちゃ高いんで、正直一家に一台あれば嬉しいですけど、バレナも。はい。ただスタメンって考えるとペドリとかの方がまだこうなんて言うんだろう、小回りもっとペドリの方が効くし、AI の動き的にもペドリの方がなんかいい動きすんだみたいなところもあんのかなと思います。ただ全然強いのは強いです。バレナに一回逆足5なんですけど、逆足でよくわかんないミドルをめっちゃ角度ないところから、今週か、ミドルじゃなくて、角度ないところから1対1の今週決められたんで、まあ、弱くはないと思います、全然。ただ他のこっちの選手たちに比べると、若干、使用感とか、こう、は全体的な、噂というか、みんなのレビューとか評価を見てる感じ、聞いてる感じ、あと体感でも、そんななのかなっていう感じですね。まあ、とりあえずここの11人を、昨日も言いましたけど、こっちの11人使っとけば間違いないですし、世界大会では基本的に、まあ、E ワールドカップ優勝したニコラスは 4-2-3-1 で、デイビスとフリットの、コンビでしたし、あとは大体世界大会で組まれてるのはフリット・ラモス、フリット・キンペンベ、まあ、たまにベリンガムいたり、カンテいたりっていう、まあ、基本的には、まあ、フッティーズがまだ、E ワールドカップとか出てなかったんで、E ネーションズカップとか E クラブワールドカップは。まあ、なので、おのおの戦術に合った選手をこの中から選んどけば間違いはないのかなと思います。ただ、デイビスは本当にツーブラをやってる、ツーブラの褒めを主軸に戦ってる人は、ぜひ使ってほしいかなと思いますね。もう本当、あ、こんな強いの、こんな安くて、みたいな感じなんで、めちゃくちゃおすすめです。はい。っていう感じで、今回、CM、CDM、まあ、中盤、ミッドフィルダー編以上になります。まあ、あとはサイドバック編とか、トップ下2列目編、サイド編、フォワード編とか、まあそのポジションごとに分けて、出せればいいなと思ってるので、ね、まあ今後も引き続きリクエストをどんどん待ってるので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。そんな感じで今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか？よければチャンネル登録、そしてグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信や動画でお会いいたしましょう。バイバイ。